タスカルーサ。タスカルーサは、アメリカ海軍の重巡洋艦。ニューオーリンズ級重巡洋艦の4番艦。艦名は、アラバマ州タスカルーサにちなむ。タスカルーサは1931年9月3日に、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港した。1933年11月15日に、トーマス・リー・マッカン夫人、アラバマ州選出会員議員。 ウィリアム・ベイコー・オリバーの名、トーマス・エール・マッカン・チューイの妻によって、命名、浸水し、1934年8月17日に、館長ジョン・エーヌ・ファー・ガソン大佐の指揮下収益した。タスカルーサは、秋のシーズンを、リオデジャネイロ、ブエノス・アイレス及びモンテビデオへの完熟公開に、当てた。クリスマスの少し前に戻った後、 ブルックリン海軍交渉で1935年3月まで調整工が行われた。工事が終わると、タスカルーサは西海岸へ向かった。グアンタナモアに立ち寄った後、4月7日から8日にかけてパナマ運河を通過し、サンディエゴに到着。同地で第6巡洋戦隊に加わり、5月にハワイ水域とアラスカ近海で行われた演習に参加した。 この演習では、アメリカが将来、いくつかの戦略的攻撃を行った際に、想定される5つの局面に沿って行われた。演習が終わると、タスカルーサは、サンペドロを母校とし、第6巡洋戦隊と共に、平時の局地的な演習が繰り返された。1936年春、タスカルーサは、中央アメリカ、パナマ運河西部方面で行われた第17次、 フリートプロブレムに参加し、対戦作戦とこれに対する通信や航空関係との連携についての演習を行った。1937年5月、タスカルーサはアラスカとハワイの水域及びミッドウェイ島近海を行動し、上陸作戦戦術の向上を図る演習を行う。一方で増強された偵察艦隊の一艦として戦艦艦隊との戦闘演習も参加した。 1938年4月から5月にかけても、タスカルーサは、ハワイ近海で行われた第19次、フリー,イートプロブレムに参加した。タスカルーサは1939年1月3日に、サンディエゴを出港し、パナマ運河を通過して、カリブ海に向かった。昭安キル諸島近海で行われた第20次、フリー,イートプロブレムに参加した後、 ノーフォーク海軍造船所で小規模な改装を行った。改装を終えた後、タスカルーサはサンフランシスコ及びクインシーと共にハズバンドキンメル少将に率いられ、4月8日から南アメリカへの親善航海を行った。5月10日までにカラカス、リオデジャネイロ、ブエノスアイレス、モンテビデオを訪問した後、5月14日から15日には3隻の従順洋艦は、 強風と激労、複雑な水路に悩まされながらも、マゼラン海峡を通過した。以後、南アメリカ西海岸のバルパライソ、カヤを訪問。パナマ運河を通過し、6月6日にノーホークに帰島した。タスカルーサは、しばらくの間待機した後、8月にカナダニューブランズウィック州の訪問するフランクリン・ルーズベルト大統領を乗せて航行した。途中、 ルーズベルト大統領は5月24日にニューハンプシャー州ポーツマスを切れ、潜水訓練中に事故で沈没したスコーラスの引き上げ作業を見学。8月24日にカンポベロ島に到着したルーズベルト大統領はニューハンドランド島のいくつかの港を訪問した後ニュージャージー州まで上艦した。9月1日戦争が勃発した時タスカルーサは ノーフォークに停泊中だった。9月5日、ルーズベルト大統領は中立パトロールの実施を宣言し、タスカルーサはその翌日に紹介に出動した。11日に一旦戻り、三日後にグアンタナモアン、サンフアンに向かい、9月の残りの期間と10月の間、同地で砲撃訓練を行った。10月27日にカリブ海を去り、 ハンプトンローズを経て11月5日にノーホークに帰島した。その後、11月13日から15日にかけてバージニア岬沖で砲撃訓練を行った後、ハンプトンローズに12月中旬まで滞在した。戦争勃発時、アメリカの勢力圏内には約85隻ほどのドイツの商船がいた。その中でも最大の客船は西インド諸島を航行中だったが、 戦争が始まると、メキシコのベラクルスに入港し、脱出のタイミングを図っていた。しかし、12月14日に、ベラクルスに入港してきた、駆逐ベンハムによって追い出され、以後7日間、コロンブスは、アメリカの艦艇に追いかけられることとなった。コロンブスの船長は、コロンブスを、デラウェア州沖480キロの海上まで進めた。あと、東に向けて脱走する計画を立てた。 タスカルーサは、コロンブス追跡の命を受け、コロンブスがベラクルスを追い出された2日後の12月16日、駆逐艦及びを伴い、ノーフォークを出港した。12月19日14時50分、イギリス駆逐艦ハイペリオンと合流し、間もなくコロンブスを発見。ハイペリオンは、タスカルーサとやりとりを交わした後、コロンブスの前方に砲弾を2発撃ち込んで、停戦させた。 米英官邸に包囲された。コロンブスの船長は、二人の乗組員を残して九人の女性搭乗員を含んだ577人のドイツ人を救命ボートに移した後、船を自沈させた。ハイペリオンは脱出した乗員乗客を収容するスペースがなかったので、その役割は助かるうさに割り当てられた。コロンブスの船長は、救命ボートを集めた上で、 捕虜として扱われるハイペリオンではなく、一般の遭難船員として扱われるタスカルーサに向かうことを決め、救助された。一般の乗員乗客は水上規格納庫に収容され、女性登乗員は医務室に収容された。タスカルーサはコロンブスの乗員乗客を降ろすためニューヨークに向かい、12月20日にエリス島に上陸させた。乗員乗客の大部分は太平洋経由で、 ドイツに戻っていった。タスカルーサは12月21日にニューヨークを出港し、翌日にノーホークに戻った。ノーホークで1940年を迎えたタスカルーサは、1月11日にサンフランシスコ及び第5戦艦戦隊の戦艦ワヨーミング、高速輸送艦と共に西インド諸島へ向かい、カリブ海での演習に参加した。 1>, 1月16日にクレブラ島に到着したタスカルーサや他の艦艇は2日後にグアンタナモアンに移動し1月18日から27日まで艦隊訓練に従事した1月29日にノーフォークに戻ったタスカルーサは2月2日までノーフォーク海軍造船所でルーズベルト大統領の機関用設備の整備を行った2月7日にグアンタナモアンに到着し 3日後には、駆逐艦と共に、ペンサコーラに向かい、14日に到着した。翌日、タスカルーサは、ルーズベルト大統領を上官させ、護衛のと共に、ラテンアメリカ沿岸視察に出航した。タスカルーサが、パナマ運河を通過した際、ルーズベルト大統領は、運河の太平洋側の防衛施設を視察し現地の、陸海空核部隊の司令官と会合を行ったほか、 様々な場所で釣りを楽しんだ。しかし、超過はかんばしくなかった。タスカルーサは、ペンサコーラで、ルーズベルト大統領を降ろした後、3ヶ月のオーバーホールの、タメブルック臨海軍交渉に向かった。オーバーホールを終えると、中立パトロールに戻り、夏から秋にかけては、バミューダ諸島とカリブ海との間を紹介した。12月3日、ルーズベルト大統領は、 タスカルーサに乗艦して、マイアミに到着。イギリス海軍に供与される五十隻の平甲板が宅地区間を見学した。その後、タスカルーサは、キングストン、セントルシア、アンティグア島及び、バハマを訪問。ルーズベルト大統領はバハマで、バハマ総督ウィンザー港及び、公爵夫人と共に釣りを楽しんだ。ルーズベルト大統領が、ラテンアメリカの島々を訪問している間、 イギリスへの武器供与の方式についての問題が浮上した。当時のイギリスは夏のバトルオブブリテンを乗り切った直後であった。依然として戦略物資を欲していた。そこでアメリカは武器をイギリスに売却することとなり、これは中立法を侵害する可能性があった。しかし、イギリス側の資金が少なかったので、ルイズベルト大統領は武器対応プログラムという形で、 イギリスに武器を供与する決定を下し、リンドリースポーを制定した。12月16日、ルーズベルト大統領は、チャールストンでタスカルーサから振り、計画を実行に移すためワシントンリーシーに、急行した。タスカルーサは、ノーフォークに向かい、12月22日に、中仏大使として赴任するウィリアムリーヒ大将夫妻を、乗せ、駆逐艦とに護衛されて、ポルトガルのリスボンに向かった。 その際、タスカルーサの2番砲塔と3番砲塔には、誤爆防止のため正常期が描かれた。リスボンでリーヒ夫妻を降ろしたタスカルーサは、1941年1月11日に、ノーホークに帰島した。タスカルーサは3月2日まで、航海訓練を行った後、バミューダに新しく開設されたアメリカ海軍の施設に、向かい、4月8日に到着した。 その後、バミューダを中心に、クーレンジャー、従順洋艦ウィッチした、駆逐艦及びとともに、中立パトロールで、北、大西洋の航路を紹介した。5月下旬、タスカルーサは、デンマーク海峡で、イギリス戦艦フットを撃沈し、従順洋艦プリンツオイゲンとともに、大西洋の霧に紛れたドイツ戦艦ビスマルクに、対する備えをするよう命じられたが、ビスマルクは、 まもなく発見されて撃沈され、タスカルーサは、再び単調な中立パトロールの任務に戻った。8月8日、タスカルーサは、バミューラを出港し、ニューファントランド島に向かった。途中、アメリカ陸軍航空軍司令官、ヘンリー・アーノルド少将、戦争計画部次長、リッチモンド・ケイ・ターナー少将、戦争計画部参謀フォーレスと、シャーマン大佐を乗せ、ニューヨーク沖で、 中旬洋艦オーガスタと合流し、三隻の駆逐艦に護衛されてに到着。オーガスタには、ルーズベルト大統領が上艦し、イギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズで来訪した、ウィンストン・チャーチルイギリス首相と8月12日まで会談を行い、議論の結果を大西洋検証として公表した。会談終了後、タスカルーサはポートランドまで、サムナー・ウェルズ国務次官を上館させた。 9月に入り、タスカルーサは、アイスランドに派遣される、海兵隊を乗せた、輸送船団に合流。まもなく、戦艦アイダホ、ミシシッピニューメキシコ、ウィチタ及びニコクチク艦軍と共に、新しい任務軍を編成し、ロバート C ・ギフェン少将の指揮した、アメリカ独立戦争時の大陸軍の統器や英知で、あるバレー法人になぞらえられたクバール・フィヨルズルを、中心に、 厳しい寒さや風雪とも戦いながら、デンマーク海峡の紹介に当たった。11月5日、タスカルーサワ・ウィチタと共に、艦内の可燃物を撤去し、また同時に、ビスマルクの姉妹艦であるティルピッツの動向にも注意を払った。ティルピッツは姿を見せなかったものの、次第にアメリカ艦船に対する攻撃が行われるようになった。駆逐艦に対する、 ユーボートの雷撃及びケアニーの光鳴り、そしてルーベン・ジェームズは雷撃で沈没した。さらに、非戦闘艦艇である給油艦に対しても魚雷が発射されたことで、事実上すべてのアメリカ艦船がユーボートの攻撃対象となっていった。12月7日に真珠湾攻撃があり、アメリカは12月11日にドイツ、イタリア両国に宣戦線復刻した。 1942年1月6日、タスカルーサはビチタ及び、駆逐艦及び、メレディスと共に出撃し、デンマーク海峡で訓練を行った後ボストンに帰、1月8日から2月20日まで、ボストン海軍交渉でオーバーホールに入った。オーバーホール後、タスカルーサはカスコワンで訓練を行った後ニューヨークに向かい、戦艦ワシントン機関の第39.1任務軍。 少々に合流した。第39.1任務軍は、カスコ湾からスカパフローに向かったが、その途中の3月27日、ワシントンの管内から、ウィルコックス少将の姿が消えた。タスカルーサは、ワシントンの左舷側から、嵐の大西洋の中に人が転落するのを、目撃していた。ウィルコックス少将の行方不明により、第39.1任務軍の指揮権は、 岐変少々に異常された。タスカルーサは4月4日にスカパフローに到着し、まず、イギリス海軍正式の信号と連携を取る訓練が行われた。その後、イギリス本国艦隊、ジョン・トーベイ大将との訓練に従事した後、ソ連向けの輸送船団の護衛に出動した。この頃、エベイ軍は、ノルウェーのフィヨルド内で静まり返るティルピッツの誘い出しを試みていた。しかし、 誘い出しは成功しなかったばかりか、1942年6月には PQ17 船団が大損害を受けた。ソ連向け船団の運航は約2ヶ月停止し、その間、船団の運用方法について検討された。8月中旬、タスカルーサは、ソ連向けの航空魚雷、弾薬及び医療機器を含んだ物資を運ぶため、駆逐艦2隻に護衛されてコラ半島に向かったが、 一人の乗組員が随膜炎の兆候を見せたため、聖ジスフィオルズルで普段の乗組員を降ろした上で8月19日に出港した。翌日、タスカルーサはドイツの偵察機に発見されたが、進路を変えた上で悪天候の中に姿をくらませることによって敵襲を避けた。8月22日に二隻のイギリス駆逐艦がタスカルーサに合流し、翌日、 出迎えのソ連海軍の護衛艦の誘導を受けて、コラ半島を入った。タスカルーサは、物資を下ろし、代わりに243人の戦客を乗せた。この戦客の大部分は、先の P917 戦乱の受難における、生存者だった。8月24日、タスカルーサは、コラ半島を後にして、28日に、セージスフィオルズルに到着。クライド川川口に向かい、 戦脚を下ろした。その後、タスカルーサは、本国艦隊から外れ、ハバルフィオルドを経由して、アメリカに帰国し、短期間のオーバーホールを受けた。11月8日に開始された統治作戦において、タスカルーサは、第34.1任務軍、ギッフェン少将の一艦として、ウィチタや戦艦マサチューセッツと共に、カサブランカ沖で、ビシー政権海軍と交戦。 カサブランカを機械戦する一方、カサブランカの港湾やビシー政権側の船舶に対して艦砲射撃を行い、船舶は港内でのた打ち回っていた。港内にいた戦艦ジャンバールは稼働可能な手法で沿岸砲台と共に反撃したが、やがて空襲により沈黙させられた。タスカルーサはジャンバールからの反撃と潜水艦の来撃を受けたが、被害なく、 補給の後カサブランカ沖で紹介を行い、改装のためアメリカに戻った。修理の後、タスカルーサは1943年3月から5月の間は北アフリカ戦線に対する米英軍の他自由フランス軍を乗せた輸送船団の護衛でチュニジアに向かった。その一方でスピードを生かして大西洋を突破するドイツの封鎖やブリ船に対する警戒を行った。 5月下旬には、チャーチル首相を乗せ、ニューヨークに向かう輸送船クイーンメリーを護衛した。その後、タスカルーサは、オーガスタと合流し、ボストン海軍交渉で10日間の整備を行った。整備後、タスカルーサは、レンジャーと共に輸送船クイーンエリベスをハリファックスから、スカパフローまで護衛。スカパフローに到着後は、北海での行動を経て、イギリス本国艦隊の下で、 再び行動することとなった。10月2日、タスカルーサトレンジャーは、ノルウェーの暴動にある、ドイツ軍施設や港湾を攻撃する、リーダー作戦に参加。これは、ヨーロッパ方面における、アメリカの空母艦載機による初めての、重ね作戦だった。ドイツ空軍機が反撃してきたが、上空警戒の戦闘機により撃墜された。間もなく、ティルピッツが出撃し、 スピッツベルゲン島に対して、艦砲射撃を行った後、すぐに姿をくらました。タスカルーサは、冬が来る前に、スピッツベルゲン島に対する輸送作戦に参加した。10月17日、物資を積んだ2隻の LCVP を、タスカルーサと英米の4隻の駆逐艦が護衛し、セーディスフィオルドを出撃。イギリス戦艦、アンソン、イギリス従巡洋艦のオフォーク。 レンジャー及び6隻の駆逐艦が関節護衛に着いた。19日朝、タスカルーサと LCVP はスピッツベルゲン島に到着。外洋で駆逐艦が対戦警戒を行う中、タスカルーサは速攻署を復旧する160人の行員を上陸させ物資を下ろした。夕方までには一切の作業は終わり、タスカルーサはセーディスフィヨルドに帰投し、 元来のスピッツベルゲン島守備隊員をクライドに乗せていった。タスカルーサはアイスランドに向かった際、ドイツ艦隊を誘い出すべく、ノルウェー沿岸部で行動したが、ドイツ艦隊は出てこなかった。タスカルーサは本国艦隊を外れ、12月3日にニューヨークに到着して、オーバーホールに入った。1944年2月、オーバーホールを終えたタスカルーサは4月まで。 カスコーワンで艦隊訓練と対地攻撃訓練を行い、無線装置と電子機器更新のためボストン海軍交渉に入居した。工事終了後、タスカルーサは第七巡洋戦隊モートンで予想賞に加わり、ノルマンディ上陸作戦に備えるためクライドに向かった。攻撃開始日前の数日間、タスカルーサはさらに対地攻撃訓練を行った。6月3日、 タスカルーサは第125任務部隊の一艦としてノルマンディの海岸に向かった。6月6日の上陸作戦当日、タスカルーサはセーヌ湾よりの海岸防御陣地に対して艦砲射撃を行った。6月9日、弾薬を使い果たしたタスカルーサはプリマスで補給を行い、11日には戦場に戻って21日まで火力支援任務を行った後、イギリスに帰島。 5日後の6月26日、タスカルーサはシェルブールの戦いを支援するため出撃し、海岸砲台と交戦した。ドイツ側の反撃はタスカルーサに回避運動を行わせたが、海からの砲撃と空襲により、正午までにはすべてが沈黙した。7月に入ってノルマンディ方面の戦況が落ち着くと、タスカルーサはドラグーン作戦に参加することとなり、 ベルファストを経て地中海に転戦した。タスカルーサはオランで砲撃訓練を行った後、8月13日からパレルモを拠点として行動した。2日後に作戦は開始され、タスカルーサは上陸部隊の援護射撃を行った。陸上に目星い目標を発見するたびに、タスカルーサは即座に8インチ砲で目標をコッパじんにした。 その後の11日間、タスカルーサは、イタリア方面へ進撃する、陸上部隊をひたすら援護するため、陸上砲台を見つけては砲撃で破壊した。188爆撃機や DU-217 爆撃機は、短期あるいは小さな集団を組み、誘導爆弾を用いて反撃してきたが、レーダー制御やジャミング、対空砲火を駆使して、空からの野襲を封じた。9月に入り、 南フランス戦線の戦局に目処がついたので、タスカルーサはヨーロッパを後にしてアメリカに戻り、フィラデルフィア海軍造船所で改装を行った。改装後、タスカルーサはチェサピーク湾で短期間訓練を行った後、パナマ運河を通過して太平洋に入ったことを太平洋艦隊司令長官チェスターに三つ対象に通告した。サンディエゴを経由して真珠湾に到着し、 道中で訓練を行いながら、ウルシー艦将に向かって1945年1月に到着した。2月16日、タスカルーサは、第5艦隊、レーモンド・スプルーアンス大将の一艦として、硫黄島の戦いに参加。火力支援部隊として、洋島に対し艦砲射撃を行い、3日後の上陸日には、島の奥深くまで砲弾を届かせた。以後、 3月14日まで絶え間ない砲撃と勝者により戦闘の援護を行った。タスカルーサは、ウルシーに一旦戻って4日間にわたって、補給と整備を行った後、沖縄戦に参加した。3月25日の聖江枝祭り当日、タスカルーサは、事前の航空偵察に基づいて、艦砲射撃を行ったが、作戦自体は、補給の問題により6日間繰り下げられた。 タスカルーサは沖縄戦においてヨーロッパ戦線では見たこともなかった航空攻撃である神風特別攻撃隊の攻撃に直面したタスカルーサに対しても2機の特攻機が突入してきたが1機はタスカルーサを飛び越えて戦艦テキサスの方に突入したが射撃を受け海中に墜落したもう1機は護衛の駆逐艦の方に向かっていったが こちらもタスカルーサの射撃により撃墜された。タスカルーサは6月28日まで沖縄水域で行動した後、2日後にレーテ湾に到着。第7艦隊トーマスシーキン系の大将の指揮下に入り、戦闘報告書を提出した。およそ6週間後の8月15日、日本が降伏して戦争が終わった。8月27日、タスカルーサは、 第七艦隊の領艦と共に、フィリピンのスービック湾を出港し、朝鮮半島及び満州に向かった。途中、タスカルーサは、チンタを大連に寄港し、満州の旅順口、延大、大古法大、異海、新港島を訪れた。9月8日に、新川に停泊し、海兵隊の上陸を支援した。22日間の滞在の後、 タスカルーサは9月30日に出港し海兵隊、上陸支援のため横砲台に向かう。その後10月6日に遠大に向かうが、途中2川に向かうよう指令を受ける。国民党と共産党は依然に本軍が支配していた領域で退治し、アメリカ軍はオブザーバーとして不安定な役割にあった。タスカルーサは共産党勢力下の遠大沖に10月13日到着し、 11月3日まで、停泊、八素寺軍と連日の会議を行った。11月3日、タスカルーサは出港し、ジンタオに向かう。ジンタオに一晩停泊し、上海に移動、同地で214名の陸軍兵士及び118名の海軍兵士を乗せ、マジックカーペット作戦任務で彼らを本国へと運んだ。11月26日に、ハワイに到着し、同地で、 旅客用の装備が行われた。加えて206名の機関兵が乗艦し、28日にハワイを出港、12月4日にサンフランシスコに到着した。修理後タスカルーサは12月14日に出港、ソロモン諸島を経由してニューカレドニアのヌメアに向かう。タスカルーサはガダルカナル島で機関兵を乗せ、ラッセル諸島で同じく兵を乗艦させた。 ヌーメアには1946年の元日に到着し、同日午後に500名以上の乗客を乗せて、西海岸への帰路に着いた。1月9日に、新珠湾に到着し燃料を補給、追加の機関兵を乗艦させ、1月10日に、サンフランシスコに向けて出港、5日後に到着する。1月29日、タスカルーサは、サンフランシスコを出港し東海岸へ向か。 最後の巡行に出発した。2月13日にフィラデルフィアで予備役となったタスカルーサはその後保管され1959年3月1日に除籍された。1959年6月25日にメリーランド州ボルチモアのボストンメタルズ社にスクラップと手売却された。タスカルーサは 第二次世界大戦の選考で7個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。